今日のガシャ9枚ってことで妖怪ガシャ回してみたいと思います。で今回使うのはブーストコイン、ブーストコインの幹部会負けちょっと回してみたいなと思います。まず何回4枚あるんで、もしかしてこれ当たるんじゃね、大当たりが幹部会もの何回、何回コインで、スタミナムグレート中当たりか、ブーストレベル2回せば回すほど当たりやすくなる。何回幹部会負けは全部持ってるけど、小当たり動じないオフだ、ブーストレベル3より当たりやすく、何回出るかな、小当たり愛情天むす、何回コインラストいきます。お？きたー！何回大当たり！すげえなー！出るなー！お主に助けられるとは難解なこともあるものじゃ。何回？イエーイ！すごー！ガシャから幹部会も出るんや。あと持ってるのが厄介コインと不快コイン、厄介のコイン1枚だけ、一発勝負、あー外れかな、小当たりガキ、別に出れなかったわけじゃねえし責任取れよ、ガキやな。あと1枚だけやったかな。そう、幹部会魔ってか会魔系の B メダルスキャンしたら、なんかピンク色とか青色とかなんかいろいろやねんね。不快コイン回してみます。どう？小当たり頭脳的なお札、やっぱあれやね、何枚か回してブーストレベル上げないと出にくいんやね。妖怪メダルバスターズボリューム5とか妖怪メダルバスターズラムネ2のメダルに幹部会魔系の B メダル入ってます。お疲れー。